ありました。いつからダンサー目指してたの？ぼんやりとかっこいいなとか思ってたのは本当にもう小学校4年生とか、もう野球を毎日見てて、もうそれに毎なんていうんですか、もう必ず実況があるので、それでかっこいいなって思ったのが一番のきっかけで。今年福井テレビには新人アナウンサーが2人入ることに。そのうちの一人、佐々木拓也は9年ぶりに採用された男性アナウンサー、期待のルーキーです。いよいよですね。いよいよですね。緊張します。これ読み込んできました？いや、一通り一応目は通してきました。まずはアナウンサーとしての基本を教えてもらいます。発音練習表、これを一音一音、講師は先輩の原淵さん。発声して、せーの、あえいうえおあおけきじゃじじじゅけじょきょじゃきょじょ。あ、そのままやってた。分かんないですよね。なんかあの、まず姿勢からしてこうやってまっすぐだどで、ばべりぶあしゃしし、どうしよう。なんかいろいろこういう風に教えてもらったのやってもできない、なんか変わんなくて、でなんか喉を痛めたりして。なんだろうね、なんだろうね。いやー、なんて言ったらいいかな。これから声がもっと出るようになるか、私も心配になってきた。この日はニュース原稿を読む練習。10秒前ね。はい。5秒前。4、3、2、1。北陸新幹線が今日金沢敦賀間で延伸開業しました。どう読んだ感じで、こういうふうに読めたとか感想でもある？一番は伝えるっていう意識がちょっと足りなくて、ただ丁寧に読むっていう意識だけで、なっちゃったかなと思います。だから丁寧に読んでるのは好印象だった。はい。ただその丁寧に読むっていう方がもう頭になっててね、はい、まあ伝わってくるか来ないかだったら、まあまあ来ねえかなっていう、はい、そんなイメージ。それじゃあもう一回。こんにちは。北陸新幹線が今日金沢。彼が踏み入れたのは伝えることを仕事にするプロの世界。そう簡単にうまくはいかないですよ。自分の力不足を感じたのか、勤務時間前に来て自主練を始めたようです。いや、ちょっと福山ができちゃうので、できちゃって何でもできちゃうんで、ちょっと僕が足引っ張ってるんで、ちょっと何とかしないと。あさせしすせそ。アナウンサーは見た目も大事。テレビに出るにはメイクもしっかりしないといけないんですが、どうですか、ご気分は？いや、なんか不思議な感じがします。これ皆さんニュースの時は必ずやる感じですか？男性もやってるね、みんな。そうなんだ。あ、いいね、いいね、いいね、オッケーですか？え、こんな隠れるんですか？感動してますね。そんな佐々木くんのデビューの日が決まりました。おはようございます。おはようございます。めちゃくちゃ緊張した。いや、すごかったんで。実は前日、同期の福山千奈がデビュー。こんばんは。事故の恐ろしさを知ってもらおうと、福井市の中学校で交通安全教室が開かれました。めっちゃうまい。
いやめちゃくちゃプレッシャー、今日大丈夫かなと思って、もうやばい、今も緊張してます。朝から緊張しっぱなし。こんばんは。その緊張を和らげるかのように早めにもらった本番用の原稿で何度も練習します。実物大の動くティラノサウルスなど、プラレールと福井県 JR 西日本がコラボしたからね。はい、キルトコラボとしては、はい、すでに10万人以上が来場し大盛況となっています。上手なんだけど声が上ずってて、もうその緊張でこっちの心拍数まで上がっちゃった。一緒に今日お昼ご飯食べてたんですけど、無でした。緊張しすぎて。頑張れよな。頑張ります。めっちゃ緊張する。いよいよ初泣きの時間がやってきました。こんばんは。フジテレビで開催中のお台場恐竜博覧会2024ゴールデンウィークおすすめの企画が話題になっています。全長12メートルという実物大の動くティラノサウルスなど、北陸新幹線の開業とともに福井からやってきた恐竜たち、すでに10万人以上が来場し大盛況となっています。おすすめスポットはプラレールと福井県 JR 西日本がコラボした巨大ジオラマ。北陸新幹線バージョンのプラレールが福井県の観光地を駆け抜けていきます。また JR 福井駅もリアルにジオラマで再現されています。5月6日まで開催中です。いや、渾身の出来だったじゃないですかね。大丈夫ですか？ OK です。 ありがとうございます。パーフェクト。なんかまだ手汗がすごいんですけど、でひとまず、いやでもちょっと一番声出して前にっていうのをずっと研修で言われてきたので、それがちょっと悔しいですけど、ちょっとこの後そこを一番大事に伝わるように。そして長いよコメントは、もう新聞の見出しみたいなキャッチフレーズで、勉強します。頑張れ佐々木アナ。